前回までのドリームクラブ。ひょんなことからドリームクラブに通うことになった主人公。今回は双葉リホちゃんを指名していきます。リホちゃんがまたプロデューサーの餌食に許さん。続きをどうぞ。はーい、というわけで、どうも、投稿者です。なーんにも、覚えてないで。前回から何も覚えてないよ。というわけで、ドリームクラブ行きましょう。マジで何も覚えてないんですよ。うん。どうしよう。どこまで行ったかな。ようこそドリームクラブへ。今日はコスプレデーです。お、やった、コスプレデーだ。女の子を指名してくださいね。ありがとう、キャツケチョウちゃん。じゃあ、リホちゃん会いに行きましょうか。ご指名は、リホさんですね。はい。かしこまりました。あ、前回デート行って終わったんだっけ？なんか、あったよね。で、なんか、お店辞めるとかどのこうのみたいな話してた記憶があるんだよ。だから、やばいよね。そろそろエンディング来そうなんだけど、まあ、誕生日イベント見れてなくて、12月に誕生日があるってのが分かってるよーっていう状態なんだけど、どの辺で終わるんだっけみたいなのが全然俺、想像ついてない、かったと思う。うん。何が言いたいかというと、マジで酒の力で何も覚えていないという。で、今日も、おー言う必要もないかな。ないよー。てか、すごい。ん、あ、胸元のオープン加減がすごい。あー、もうすごい。ありがとね。まずは飲み物を頼んでね。はい、お酒頼みます。まあ、ビールでいいでしょう。はい、どうぞ。はい、ありがとう。じゃあ遠慮なくもらうよ。あ、間違えた。じゃあ、まあ、りほちゃんもビール飲んでもらおうかな。じゃあ乾杯しようか。乾杯。はい、皆さんもお酒片手にね、見てください。挽回グビグビっと。今日は僕はですね、あの札幌クラシックの方を飲ませていただいております。美味しいよね。僕あのビール一番好きかもしんないですね。あー、グイグイっと。いやー、なんかすごいすごい、もうおへそとかすごい、おへそとかすごい、いろいろすごい、もういろいろすごいよ。りほちゃん喋ろっか。チアガール姿。チアガールといえば夏の高校野球だよね。そっか、そんなシーズンだね。いつもは自分でスポーツする方だから応援席にはあまりいないんだけど。あ、そうなんだ。今日はコスプレデーなので着てみました。ナイス。その衣装とても似合ってるよ。でもリホちゃんのチアガール姿って初めて見るな。グラビアや写真集でも着たことなかったっけ。そうだね、意外と着たことなかったかも。こうやって着てみるととっても可愛い衣装だね。ね、まあ、かすごく可愛いと思う。ファイト。おー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 、なんてね。赤可愛い、ウインク可愛い。やばい、なんかすごい、やばい、今日すごいキモい声が出てしまうかもしれないけど許して。テンションバグっとんない今日。もうね、ここ始まる前から酒いっぱい飲んでしまったからさ、許してほしい。みんなもそんぐらいテンションでついてきてほしい。うん。もうね、お酒いっぱい飲んでるからね、すでに。だから今回の収録も多分覚えてないです。いやー、ウイスキー飲みたい。札幌クラシックも美味しいけど今ちょっとウイスキー飲みたいかも。はい、新しい飲み物を注文しようか。お願いします。そしたらね、ウイスキー飲みます。あー、ウイスキーだよー。はい、あー、手元のポンポンかわいい。手元のポンポンがかわいい。すごいね、リホちゃんね。美味しい。はい、何、あれ、もう飲み物がないね。ありがとう。じゃあお言葉に甘えていただくね。じゃあウイスキー飲んでもらおうかな。じゃあ乾杯しよっか。うん、乾杯。はい、乾杯。さあ、今日も飲んじゃうぞ。ちょい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 。あ、ほんと、なんかすごい、ちょっと酔っちゃったかな。胸元すごい、すごいね、胸元。うん、胸元すごいし、おへそもすごい。あ、なんかすごい格好だな、ね、改めて見ると。退屈してない？
退屈したな。一緒にゲームでもしようよ。ゲームする、いいよいいよ。何する何する。俺もそう思ってた。俺もちょうどゲームがしたいと思ってたんだ。やっぱ俺は今ゲームしてるわけなんですけどね。じゃあポッキーラブは、私ポッキーラブがしたいやった、ポッキーゲームだよ。大賛成、ポッキーラブしよう。よし、もう最速で今回行っちゃおう。あー待って、行き過ぎ行き過ぎ。あー、ドキドキしないで、オッケー。あー近いよ、りょうちゃん近いよ。残念ながら下の方まで見れないよ。パクッと、さあ折らないように注意してね。よいしょ。あー近い。あー近いよ、りほちゃん。あーパクここ、オッケー。あー近い、行くよ。もうやっちゃうからね。はい、オッケー。あーめっちゃ地形。やばい、なんか全部なんか照れるね。あー、スメンの時の酔ってない時のセリフもいいね。なんか照れるねって。あー可愛いね。あー、リホちゃん可愛いよ。今日も最高だね。テンションがマジで迷子。あー酔っちゃってる。こっちも酔わなきゃ。ブサホ。決めたよ。何を。やばい、ここで記憶がぶっ飛んでるのが、ここで聞いてきてる。何を決めたんですか。今度プロデューサーさんにはっきり断ってくるよ。おお、偉い。もし俺にできることがあったら何でも言ってよ。力になるからさ。応援してほしいかな。おー、チアガールのりほちゃんに応援するのか。ファイトファイト、ゴーゴーゴー。俺は今何をやっているんだ。あん、え、これで、え、正解の選択肢じゃないの。よし、わかった、精一杯応援するからね。フレーフレー、ふたまりほう、ふれふれ、ふたまりほう、ふれふれ、ふたまりほう。びっくりした。あ、そういう応援じゃねえよって話だよな。急にこんなところで大きな声出すんだもん。少しでも元気になってもらいたくてさ。おかげで元気になれたよ。私頑張るからね。なんかもうちょっと大人っぽい応援の仕方をすればよかったと思うんだ。そろそろお時間みたいだよ。どうする。延長します。ありがとう。まだまだゆっくりしていってね。おー、ゆっくりする。おいしいね。だいぶ酔っ払いが来てるね。昔の恥ずかしい思い出なんだけど。何ですか。子供の頃にね、海で泳いでて、クラゲに刺されちゃったの。それ恥ずかしいか。なんかよくあるあるだしさ、普通に怖い話だよね。それでね、痛くて仕方なくて、傷口におしっこかけてもらったの。それって確か悪手じゃございませんでした。やっちゃいけない行為だよね、確か。だってテレビでおしっこをかけるといいって言ってたんだもん。まあアンモニアはだけど、よくないはずだよ。なんかバイ菌とか入って。私間違ってないよね。いや、間違ってる。それってさ、おしっこの中にアンモニアが含まれてるって話だよね。そうそう、アンモニアには解毒作用があるんだよね。でも実際はおしっこの中にアンモニアはそれほど含まれてないらしいよ。そんな。あ、そんな話終わっちゃったの。ああ、リホちゃんの肩こり、ずっと思ってたんだけどさ、そんなに胸が大きいと肩が凝らない。胸の重みでいつもコリコリだよ。こればっかりは男の人には分からない苦しみだよね。じゃあその凝ってる胸をマッサージしてあげようか。合ってるのは胸じゃなくて肩だよ、エッチ。ありがとうございます。ちょっと言い間違えただけなのに。
あ、もうこんな時間だ。そろそろ帰らないと。もう帰っちゃうの？うん、名残惜しいけど今日はもう帰るよ。じゃあまた来てね。すごいリホちゃんが可愛く見える。やばいね。はあ。役作りのことどうでもよくなっちゃったかも。なんてね。ああ、思わせぶりだわ。え、それって俺といる時だけってこと？こうぞ？それはどうでしょう。また今度ね。かわいい。いや、なんかチアガール衣装似合いすぎてるな、リホちゃん。めっちゃ似合ってるよ。アフター？この後私に付き合ってもらって。え、まだエンディングではないよね。うん、まだエンディングじゃないはず。え、何も記憶に残ってないから、まだもうエンディングかと思っちゃった。びっくりしちゃった。え、エンディングって思っちゃった今。違う違う違う、まだエンディングじゃないはず。2回目のアフターのはず。大丈夫大丈夫。はぁ、ビビった。あ、マジで記憶ぶっ飛ばすほど飲んでからゲーム実況撮るなって話なんだけどね。あー、バーだ。こうやってリホちゃんに誘われるのも今回で2度目だね。こうして一緒だとね、うん、気持ちが落ち着くんだよ。あら、そんなこと言われるとちょっと照れるな。でもこんなに付き合ってくれるなんてよっぽど好きなんだね。リオちゃん、なんて直球なんだ。そうさ、僕は君のことが大好きさ。そ、それは好きだよ。じゃなきゃこんなにたくさんお店に通ったりしないよ。いつも来てくれてありがとう。ところでリホちゃんの方はどうなの？その少しは好きなのかな？私も大好きだよ。だから今日もここへ来たんだ。うわー、そうなの？そっか、そうだったんだ。か、感動だ。でもこんなに好きだなんて、アイドルとして良くないかな。それは確かに君のファンはがっかりするかもしれないけど。じゃあやっぱり控えた方がいいのかな。いや、でもさ、好きなんだから仕方ないんじゃないかな。でも飲みすぎは体に良くないし、あなたもだよ。おや、へえ。お互いお酒はほどほどの方がいいよね。お酒が好きだよって話だったんだよね。うん、うすうす感づいてた。好きってお話、お酒の話だったのか。ごめんね、私が余計なこと言ったから落ち込んじゃったのかな。いや違う、その天然プリに、うん、そんなことないよ。心配してくれてありがとう。それにしてもさっきから周囲の視線が気になるんだけど、みんなリホちゃんのこと気づいてるのかも。私たちって他の人たちから恋人同士って思われてるのかな。いや違う、思われてるんじゃない。それは思われてるんじゃないよ。もう俺たち恋人同士ってことだよ。違う、ひらりの違う。思われてるんじゃないっていうか俺たち恋人同士でしょ。俺と同じ答えしてる。俺と同じこと言ってるこいつ。どんな時でもユーモアを忘れないね。まあまあね。アフターに誘われただけで恋人気分になれるのは時期早、うん、あ、あ、まあ早、早いよ早いよ、うん、全然早いよ、うん。全然読めないからつって、うん、早いよって済ませてしまった今。あれ、どうしたの？ゴミ入っちゃったかも。ありゃあ、なら俺が見てあげるよ。ちょっとじっとしててね。あ、真剣な顔、目をタッチして目の中のゴミを取ってあげよう。おい、ひらりょ、おい、ひらりょ、おい、ひらりょ、酔っ払ってるかってそこはダメだぞお前。ひらりょ、おい、ひらりょ、ひらりょ、そうしてる間もあかんぞひらりょ、うん、そうしてる間も絵的にはあかんのひらりょ、うん。鎖骨も違うヒラリオ。おい、どこ行くどこ行くどこ行くおいおいどこ行くどこ行くどこ行くどこまで行く。おい、ちゃ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 
そんなんいらんのよ。誰が見たい？俺がこうやってちょっとだけボケてさ、こう。誰が見たいん？マジで。はい、目タッチしてあげようね。くすぐったい。今日なんかウィンクが見れて、すごく眼福だね。目が痛い。あー、大丈夫？あー、ごめんごめん。ふざけるのは目を見てからにしてよ。そうだね。今日は本当にありがとう。うん、じゃあまた今度ね。これでまた彼女との距離が近づいたような気がするな。俺がいらんことばっかしたからすげえすげえアフターが長くなってた。いや、楽しいよ、二葉りほちゃん。マジでりほちゃんね、楽しいんだよね。反応もいいしね。さあ、別に時間に追われているわけじゃないので。え？私もしたいかも。おいおい、何をしたいんだって話。今日は付き合ってくれてありがとう。ひらりおと話していて、私も恋がしたいなって思ったよ。ひらりおはどんな女の人がタイプなのかな？さっきは聞けなかったけど、今度機会があったら教えてね。じゃあ、おやすみなさい。おやすみ。じゃあメール見ようか。あ、メールもう一個あるな。応援に応えたい。こんばんは、りほだよ。今日は応援してくれてありがとう。とっても嬉しかったよ。これだけ応援してもらったんだから、私もちゃんとしなきゃ。私はこの先踊れて歌える女優さんになるんだから、こんなとこでくじけちゃダメだよね。ダイエットは途中でくじけちゃったけど、こればっかりは譲れないもん。ひらりおの応援に応えられるよう頑張るよ。じゃあおやすみなさい。ダイエットくじけちゃったんだ。ダイエットくじけたんだっけ。まあね、別に追われてるわけじゃないから、謎のお仕事でドカンと稼いじゃってもいいんじゃないの。おー、いいね。めちゃくちゃ金持ちじゃん、ひらりお。いい感じ、いい感じ。しばらく働らなくて、働らなく、かー、全然滑舌が戻っている。働らなくても過ごせるね。8月の休み。おい、18日リホちゃんいねえじゃねえか。おい、どうやってんだ。おい、18日いねえじゃねえかよ。おい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 。飲み物障害、まあいいでしょう。じゃあ、まあ、ゆっくり休んじゃいましょうか。なおちゃんからね、メールは来るようになってるんで、なおちゃんにも会う必要もないのでね。まあ、なおちゃんはなおちゃんでまた攻略したいよね。なおちゃんはなおちゃんでね。僕、なおちゃんめっちゃ好きなんで、行きたいな、行きたいなとは思ってるんですよ。さあ、4週目。ですね。今日はそうしようかな。金いっぱいあるし、ショッピング行っちゃおっか。なんかいろいろ買えるかもね。101回来た猫。もう買っちゃおう、買っちゃおう。もうこんなのも買っちゃおう。金あるからね。金はあるんだよ。金はよ。なんか他にあるかな。蝶の花も買っちゃおうか。ほら、金はあるからよ。おう、金はあるからよ。こういうのも全部買っとこうぜ。こういうのも全部買っちゃってさ、なんかプレゼントできる時にさ、プレゼントしちゃおう。でもなんか、リホちゃん、どのアイテム喜んでもらえるかわかる。わって、ダイヤのブレスレットめっちゃ高かったわ。何も見ずに買っちゃった。おー、めっちゃ金使って、5万もするこれ。ボーリングの球。すげえな。空手入門も買っといて、一輪車も買っとくか。よし。こうやって全部買ったんじゃない？さあ、全部商店街のもの買い尽くしてやったぜ。豪遊。クソ豪遊。アルバイターができることじゃないんだよな、普通に。なおちゃん！ん？あれはもしかして、なおちゃんじゃないか？なんだか急いでるみたいだな。待てー！何事？何事？なおちゃん。何事？あ、いたたたたたたた。ごめんなさい。大丈夫ですか？大丈夫だけど。こんにちは。こんにちは。なおちゃん、一体どうしたの？そんな急いで。そうだった。ねえ。ここ怪しい男が通らなかった？いや、よくわからないな。さっきお父さんの仇を見かけて追いかけてきたんだ。何？お父さん殺されたの？どういうこと？しかも怪しい男って何が何だかわかんないんだけど。
そうなんだ。ここで会ったが100年目とっ捕まえてやっつけてやるんだ。な、危ないんじゃない、お父さんやられてんだから。っていうことで急いでるから、またね。おうおう、またね。なおちゃん元気だな。いや元気だなで済むことじゃないんよ。おいおい、ちょっとぶっ飛んでるって。話の内容ぶっ飛んでるって。普通にどうなってんの。なおちゃんさ、まあドリームクラブ行きましょうか。何してんのなおちゃんマジで。意味わかんないでしょ普通に。あんな走り方。いらっしゃいませ、ようこそドリームクラブへ。いや、かつけちょうちゃん、一緒に過ごす女の子を指名してくださいね。はい、今日はリホちゃんですね。ご指名はリホさんですね。はい。女の子のコスチュームにご指定はありますか。ないです。かしこまりました。さあ遊びに行こう。いやー、リホちゃんもだいぶストレスんで断れたかな。ちゃんと1ヶ月分に会うぐらいでしょ多分。普通にバイトしすぎで。あのバイトのなんかあれはスピード感がなくなるんだよね。なんかストーリーにね、なんか毎週会いに行ってるって感じじゃなくて1ヶ月に1回会いに行ってる感覚になっちゃうからさ、楽しみだな。でもコスプレで8月なんかあったのかな、なんかすっ飛ばしちゃった可能性あるな。選んでくれてありがとう。ハロー。今日は楽しく飲もうね。うん。まずは飲み物を頼んでね。僕はね、ウイスキーを頼みますと。はい、いつも通りね。はい、どうぞ。あざーす。ありがとう。じゃあ遠慮なくもらうよ。そうだな。じゃあ、まあビールかな。じゃあ乾杯しようか。乾杯。はい、乾杯。さあ飲んじゃおう飲んじゃおう、グイグイーと飲んじゃおうよ。俺僕はだいぶ酔いが回って眠たい。眠たいなんて言っちゃダメだよ、俺実況動画撮ってんだから。おい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 、よろしくないよろしくない。さあ喋っていくぞ。あー、自慢聞きたいな。俺の自慢はね、いつでもどこでもすぐに寝られることなんだ。レオちゃんの自慢は何。私の自慢はね、ビールの一気飲みが早いことだよ。ちょっと待ってください、俺と戦っても勝てる自信ある。もちろんあるよ。なら対決しようか。望むところだよ。すぐ対決に持っていきやがる。任せろ、俺が見せてやるよ。おら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 、飲め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 、火やるよ。OK。8秒。あれ、神的に早いんじゃないか、8秒は。すごい飲みっぷりだね。ありがとう。おいしい。おい、めちゃくちゃこれで、いや、酔いが進んでんだよ、これで。超酔いが進むんだって、これで。飲み合戦はね、酔いが進むからさ、あんまりしたくないんだよ。喋ろっか。なんか毎年、夏が来るたびにどんどん暑さが増してる気がする。いや、ほんとそうだよね。温暖化の影響だよ。もう夏は暑すぎて外に出るのも命がけって感じだし、そんな時こそ海に行きたいよね。そういえばもう海開きしたんだっけ。今年はプライベートで海行けるかな。泳ぎたいよ、ボディーボードもしたいよ。しませんでしたっけ。りほちゃんってさ、見るからに水に浮きそう、浮きやすそうだよね。どうして。だってその胸に2つの大きな浮き輪がくっついているんだし、浮き輪とか浮き袋か。もう、これは浮き袋じゃないよ。でも十分浮き袋の役目も果たしそうだけどな。あ、すげえブロンって言われた、その話の後にブロンっつって。さあチビチビ飲んでいこうね。さあ俺は酔っ払ったぞ。あ、海のデートの話かなってまた思ったけど、そういうわけじゃなかったね。やばい、潰れちゃいそう。私ね、刑事ドラマや恋愛ドラマよりもコメディードラマが好きなの。へえ。
一度自分でもコメディを演じてみたいと思ってるんだ。へえ。コメディね、大好きだよ。大好きだよっていうか、りょうちゃんが主役のドラマなら何でも好き。りょうちゃんのファンとしては当然のことだよ。気持ちは嬉しいけど、私まだ主役はやったことないんだよね。主役ができるようにこれからも頑張るよ。地雷踏んじゃってんじゃねえかよ、ヒアリョ。何やっちゃってんだよ。ねえ、そろそろお時間みたいだよ。どうする？ありがとう。まだまだゆっくりしていってね。はい。あれ、もう飲むのないね。ありがとう。じゃあ、お言葉に甘えていただくね。はい。じゃあ、ウイスキー飲んでちょうだい。はい、乾杯。はい、酔いが回ってるわ、私も。さあ、飲んで飲んちょうだい。ああ、こっちもなくなっちゃった。新しい飲み物を注文しようか。じゃあ、まあ、ビールお願いします。はい、どうぞ。ありがとう。飲もうや。喋ろうか。あお。りょうちゃん応援する。頑張れりほ。どうしたの急に。いや、いつもに増して元気ないみたいだからさ。参ったな。お見通しだね。これでも元気に見えるようにしてたんだけど。もうあいつには断ってきたの？それがね、まだなんだ。応援してもらったのにごめんね。気にしないで、俺はいつでも君を応援しているよ。うん。リホちゃんかわいそうにだいぶ追い詰められてるみたいだ。間違いないね。これは一発ドカンとやった方が良さそうだね。私の写真集、水着とかもかなり際どいんだよ。買ってくれるよね？際どいのは嫌だな。おい、まあ気が向いたら買うよじゃないんだよ、そこ。際どいの着ちゃったんですか？あんまりそういうのしてほしくないな。普通の水着姿の方がいいなって答えてほしかったんだよ、俺は。それは、そう答えてほしかったんだ、僕は。左は違う違う。へー、絶対買ってくれると思ったのに。でも、多分買うと思うよ。俺はりほちゃんのファンだからね。それダメだって、一番ダメな反応。絶対だよ。絶対に買ってね。買わないと掃除しないからね。あ、でもそこまで言わせるのはひらりょすごい。うん、ご本人にそこまで言われたらもう買うしかないよね。あ、もうこんな時間だ、そろそろ帰らないと。もう帰っちゃうの？うん、名残惜しいけど今日はもう帰るよ。じゃあまた来てね。こんなに楽しかったのはお酒のせいじゃないと思うよ。本当に？またね。そしたら俺って俺のせいってこと？なんでもないですよ。それじゃあまたね。クソかわいい。はい、あ、もう今日フルスロットルで喋ってる。あー、俺これ今日もう一本動画撮れるかな。テンションがぶち壊れています。はい、もうダメなのよ。これ俺世に出すの？こう、メール読もうか。私のファンやめないでね。こんばんは、イリホだよ。ヒラリオはいつも私を応援してくれるんでね、すごく嬉しいよ。なのに未だに踏ん切りがつかなくて私って情けないよね。ヒラリオはそんな私のファンなんかもうやめたいって思っちゃうかな。そう思われちゃったらとっても悲しいです。私、あなたの応援がなくなったらまたくじけちゃいそうだよ。だからまだ私のそばにいてほしいな。じゃあおやすみなさい。もう頑張れリオちゃん。というわけで今日はここまで、また次回。
Have a nice day! 俺今回の動画マジで投稿すんの?世に出るの?暴れまくってたよ、大丈夫?